いやーもう、やばいことになってる。ちょ、<laughs> おかしいだろ。一挙手一投足、どんな言葉をかけられても好きではあります、私みたいな。ちょっと待て、それ、あの、木梨のりたけもびっくり。<laughs> おいおい、お正月じゃないんだから。 アアニメリククターのでですす今今回回も楽しんでリアクションやってていいいこうと思います今回見ていくのはスパイファミリー第22話楽しんでやってい、こうと思いますはいといとうわけでやってまいりました。スパイファミリーですね。今回もやっていこうと思います。ついに22話になりまして、えー、終盤戦に突入という形ではありますけれども、この作品は一向に変わらないほどもの笑顔が絶やさないこういう方なのんびりのんびり家族アニメみたいな感じなんですけれども、前回、とばりっていう新しいキャラクターが出てきて、まぁ、あ、夜さんのね、この弟の優リみたいな感じで、も のことが大好きな後輩、とばりが出てきて、フィオナが出てきても、うわ、好,好き好き好きってなって、まあ、かなりね <laughs>。アーニャの心の中をかき乱したみたいな感じの話だったんですけれども。今回はね、そのフィオナと一緒に、多分、なんか任務をやるよ、みたいな感じの話だと思うので。まあ、そこら辺で、どんな出来事が起きていくのか、いろいろ注目して、やっていこうと思います。はい、というわけで、楽しんで、やっていきましょう。それでは、見ていきましょう。よーい。スタート。 さあ、テニス大会、キャンベルトン。レッツゴー。あオフィアナ。いいね。あ、はあ。 アハハハハ箱掘れしてもいい。アハハハ大好きだな。うん。アハハハハハ奪わなくてはならない。 もう、とある文節に好き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 言ってるからね、この人はね。<laughs> 文はははの授業で何々だからねって入れると文節で切れますよ、みたいな感じで。そんな感じで好きという言葉を間に入れているほど愛が深い、えー、フィオナ可愛いというような感じですけれどもね。 まあ有利とフィオナ的にはね、なんか、なんだろ、うフィオナとロイドがくっつけば、有利的にはハッピーみたいな感じだけどな。いや、でもなんかこう見るとやっぱり裏にある任務だったり、冷戦東西冷戦のこの状況が結構やっぱり、刺さるよな。なんかでも、よくできてるような雰囲気はあるよね。なんかこの作品。よくできてるような雰囲気っていうのはよくわかんないんだけど、よくできてるよね。なんかこの、ほのぼのを際立たせるために、ま、あなんか、 舞台装置として裏では戦争に近い冷戦状態ですよっていうんじゃなくて、それをちらつかせることで、なんかしっかりこの家族としてのこの形、これを守りたいっていう思いを芽生えさせたりとかして、いろいろと輝くっていう。最近雰囲気っていう言葉がマイブームになりすぎて、言いまくっちゃってる気がするな。わーん。 はいレッさあ行きましょううんはいはい。絵画かザカリス。 うっ、んうん、ああまあ詳細不明 <laughs> なるほどああだから気づかれてない まあ、安寧を守るために。入っていけない。なるほど。回答みたいなことはできないわけだ。おう。そしてやっていくのが、地下のテニス。ははは。 なぜ地下でテニスをやっているのかっていう感じだけどな。おう。まあ、賭けになってるわけだな。なんでこんなライトなんだお <laughs> 変装が。 闇のテニスクラブ <laughs> キャンベルドン。わー、すごいね。へえ。テニスなんて。すーげえ、太っ腹ねえ。 もっとバキみたいに、格闘技でいいのに。バキのように。あれも、スポーツ系は何でもかんでも八百長が出そうだけど大丈夫かなああ。あははは夫婦。あははは <laughs> 完全にしよくあえガチのプロ。<laughs> わーオ。夜さんがいればあ、夜さんが相手なら大丈夫だ。殺人サーブを受けても大丈夫。あら。 おおははは。<laughs> かわいい。あら。もう心の中が乙女すぎてかわいすぎるんだけど。あはははは。 こう焦ってるっていうよりも、妻の座になるために勇み足なんですけれども。わお、40対1ってさ、僕は40の方にかけます。わお。おーもう袖がないもんなー わあ、でも。従輪だ。なるほど。新テリにもいたよな、処刑技を使う。名前忘れたけど。ああいう感じか早くて見えない。 そうね。<laughs> しっかり、がっつり、かじるどころではない。やばいやばい。まるで乾のウォーターフォールのような高速サーブ。まあ、この作品何人かの身体能力がバグってるからな。おお回転が なんか、回転がすごくないあら。かわいい。金髪だし好き。<laughs> 乙女すぎる。<laughs> なんか、すごい心の中であれなのに。おー 完全に、完全に目が、目がパキってる。目がパキっていたぞ、今。ムカヒが止まらねえさあ、波乱が始まる。ああ。 ああ。ボリック兄弟。あああステロイド撃ってるステロイド撃ってるドーピング ?OSOR。OSOR。完全にロイドレイジ発動したかもしれない。 じゃあ、もう、やばいことになってる。<laughs> おかしいだろ。ちょっと、総合金がおかしいです。すいません。あの、完全に死のリスクが伴いかけていますね。さあ。あら、どうしたんだ、夜さん。もう、ボンドも、フフフって言いながら。 ラケットを握っている何なんだろうああああらフィオナあ気になってしまっているああそっちかいや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 い あら可かわいい。かわいい、夜さん。まあ、心配はないと思いますね。ああ、そうです。貝が持って帰ります。でも、 フィオナと夜さんが多分、正面からぶつかり合ったら多分夜さんが勝つと思うからな。ちょいおかしいって、ドーピングコンソメスープ、すいません。完全に、打ちまくってます。もうもう、それはもうよくわからない。 シンプルにテニスを楽しみたいんじゃなかったのか主催は。でかちょい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 ちょちょい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 、それいけない系のやつ。ガオリキアみたいになってるから。完全にもう。逆に動きにくいだろこんだけでかいと。筋肉重くて。 ラケットちぎれそう。ラケットもボールもちぎれちゃう。あ、ああ、ああもう。まあ、握りつぶすぐらいじゃ、まだまだだな。テニスの王子様だったら真っ二つに割ってたからな。あ,あでかすぎる。あははは <laughs> まあ、そうだろうな。もう、僧帽筋モンスター。ああ、やばいな。そこら辺のワードは危険だぞ。さて、フィオナ。はあ、先輩をバカにした。ああ、ボコボコ。強すぎる。 ボコボコにしてる。意図的にぶつけた跡がいくつかあるな。なぜ背中にぶつかってしまっているんだ。後ろを向いてないとぶつからないぞ。<laughs> 破滅へのロンドをぶつけてしまった。完全に、完全にデビルリハラのように。 ま、お抱えがいるわけだなーさあ、キャンベルさんの、会がもらわなきゃいけないからなミセップ。<laughs> もう、先輩に、先輩にいいところを見せたいという思いだけで戦っている。 なんか、声がつくと感情が伝わってきていいな、フィオナの。さすが桜彩音さんだな。あはは。おぉ。おぉ。 アハハハハ表情と内側が。おアハハハハアハハハハお手あ、豆が。あら。 心配してくれてる。うん。だ。<laughs> <laughs> すべてが、すべてがつながるわけですよね。好きという単語にも。一挙手一投足、どんな言葉をかけられても好きではあります、私、みたいな。あはははピリピリあわお いやおち工作はしてないけど、そういう裏工作をしてると。あ,あモールスみたいなので会話してるな。ああ、ギリギリまで粘るわけだ。なるほど、なるほど、なるほど。やりたい放題してんな。 ウェイすごいね。さて、キャンベル兄弟は知ってるのかこういういろいろとやらされてることを、やらされてるっていうか、工作をされていることを、 ああ。一千万。あら。おお。 もう完全に家族ぐるみでやってんのかわあ、なんじゃ、あロンあロンあロンエンジン付き。あ,あええジェット推進力完全に波動球 波動球のような。なんという。ガス漬けにしてそういう改造ラケットを使うという。もう本当に。さあ、届かない。え何えぇ、ー、おい、ムーンボーレーかよ、それ。 ワイヤーで伸びる。すごくね、地味に。曲芸の域に達してるんだけど。完全に曲芸 <laughs>。おお。 あら。あはははさて。しびれも戻ってきたオッケー <laughs> さあ、この爆熱返せる いや、重いだろ。お、返すのか。ナイス、ボレ。連携が取れている。さあ、入る。あら。若干ながら追いつきつつある。うわ、なんちゅう回転。 なんだ何してるぞちょっと待って、それ、どの、木梨のりたけもびっくり <laughs>。木な、のりたけさんもびっくりです。すいません。よしあれをやるぞででーん。おいおい、お正月じゃないんだから。ちょっと待って、おちょいおい、あの、トンネルズのスポーツ王みたいになってます。 Oh. oh, okay. <laughs> 好き。<laughs> 好きすぎる。けれども、いや、声つくといいな。なんか、ただただ好きっていう情報が流れてくるんじゃなくて、マジで好きなんだなっていうのを感じるよ。僕は。っていうかさ、そのさ、好きのさ、抑揚でまた面白さがまた倍増してる。いや、やばいな、やっぱり。桜屋根さん、えげつねえな。 桜やねさんってすごいな。でもこう見ると、やっぱりなんか、想像を超えてくるよな。はははは。こんな感じの雰囲気になるのかなと思ったら、全然なんか、何倍も何倍もキャラクターが魅力的に映っている。素晴らしすぎる。ありがとうとしか言いようがないっすね。まあ、完全に帳ばり無双だったわけなんですけども <laughs>。 いいね、でも。いいよな、でもなんか、あれしてても好きみたいな。かっこよくなくても好きみたいなね。素晴らしい。かわいいアニャン。 いや、面白い、やっぱり。ぼーっと見てても楽しいですね。これは。さあ、もう完全に木梨のりたけさんもびっくり。トンネルズもびっくり。衝撃。あ、フィオナとバチバチシューラバー。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、いや、いいですね。面白いっすね。この作品ね。なんか見ててすごいハッピーになれるというか、なんかほのぼのやっぱりこう背もたれにこうかかりながら、うわ、ははは。 みたいな感じで見れるのがいいですよね、うん、見る人によってはこたつで温まりながら見たりとかあかい部屋でぬくぬくしながら見るのがいいのかなっていう風に思ったりもしますけれどもいやいいですねこの話ってかなり原作勢的には結構不評で僕もう,うわこの話やるのかっていうレベルで結構心配していた回ではあるわけですよね正直な話をするとでもアニメになるとかなりいい感じのテンポですねやっぱり原作って確か各週連載かそれ以上にすごいゆっくり ゆっくり連載しててからで、でそれい結構長尺なお話やっぱり本当にアニメでも2話かけるようなお話だからやっぱり結構長尺な話になって、ずっとやっぱりテニスしてる期間っていうのがあってけ、何してんだろうっていう風に思った時はあるんだけど、アニメだとキュッてなっててすごいいいですね。うん、ただでさえゆっくりなのに長尺のテニスのお話ってなった時に結構ね、やっぱり読者は混乱していたわけですよね。うん。いやー面白くてすごいテンポ良くて、とばりっていういいキャラが出てきたのになんかとばりとずっとテニスしてんだけどみたいな <laughs>。 そんな感じの話だったんだけど、すごいなんかタイトでいいですね、見ててね。わかりやすくなってるし、やっぱりこう、やっぱりなんか前の話を忘れちゃうっていうことも結構あるんですよ、このスパイファミリーっていう作品。やっぱりこう、番外編が挟まったりだとか、いろいろとこう連載をしているにも、各週か本当にそれ以上月1の時もあったりとかするから、やっぱりこのゆっくりな中でテニスをずっと続けるっていうのはどうなのっていうふうに思ってて、すごい心配だったけど、めちゃくちゃこう通してみると、テンポ良くてめちゃくちゃいいですね。うん、それに帳りも可愛いしな なん,かなんかやっぱり好きっていう単調な文字の情報だけじゃなくて好きっていう言い方がいろいろあるわけじゃないですかそこら辺もやっぱりねなんかとばりの制裁 MVP だなっていう感じはしますねなん,かなんか好きっていう言い方にもいろいろあるわけじゃないですか好き好き好きっていう風に単調に言うのかもう情熱的に言うのかみたいなのでなんかやっぱり その違いを、やっぱり文字だけじゃ、僕はこう、受信できなかったんだけど、その言い方だったり、なんだったりで、見てっていう、このさ、なんかフィオナの可愛い感情、なんか心の中にいる、もう本当にこう、スパイとしてのこの、鉄面皮に隠された、その裏側にいる乙女な感情が、すごいバチバチに伝わってきて、いやー、めちゃくちゃすごいなっていう風に思います。こんだけアニメ映えするキャラクターだとは思わなかったですね。ある種、やっぱりこの作品というか、やっぱり漫画っていう特性もあって、やっぱり背景に好き好きってあるの がその何絵面のインパクトがすごいす強かったキャラクターだからこのスッキーっていうのも,なもう文字としてなんか絵としてのこの1枚のこのカットとしてのパワーが強いキャラだったんだけどなんかこうアニメにするとなんかこのさくらあやねさんのこの魂のき込みもあってめちゃくちゃなんかこの見て見て見てっていうさなんかキャラクターとして 3D になった感じでもこの 2D で見てたこのインパクトは変わらずに 3D のままこう なんか、フィオナのこの可愛さみたいなものがぐんって伝わってきて、ちょっと原作勢もびっくりの回ですね。これ、いい、すごいいい回ですね、本当に。マジで心配してた。え、テニスまでやるの本当にやるみたいな風に思ってたんだけど、僕はすごい楽しめてますね、うん。 いやーいいなっていう風に思いますね。フィオナが可愛いなーなんかでも、なんかさ、やっぱりさ、この、ピょピぴょくしてても可愛いですわ、みたいな。うん、刃こぼれしたナイフ、おもちゃのナイフ、ピょピぴょくするだけですわ、みたいなことを言っててもさ、それでも好きなの、私なの、みたいなところを言ってるのも、すごい可愛いしね。うん。なんか僕の脳内再生だとそこら辺も淡々と言ってるだけだったんだけど、なんかこう、感情を込められるとすごい、わわ、本当に好きなんだなって思えていいし、なんかロイドの優しさとかも光るしね。ああ、いや、いいですね。夜バースフィオナ。いやー あーちょっと戦いも見てみたいと思うけども。正面からやり合ったら多分夜さんが勝つんだろうな。だって夜さんって本当にもう人知を超えたパワーの持ち主だからな。ああのテニス大会に出ててもおかしくはないんじゃないかと思ってしまうぐらいすごいあれなんですけれども。はい、というわけで、まあ、今回はこんな感じで次回、マジで夜バーサスフィオナ楽しみにしていきたいですね。ここら辺本当にね、原作読んでてね、何やってんだろうって思ってたから記憶がほぼないからめちゃくちゃ楽しいですね。はい、というわけで次回も楽しんでやっていこうと思いますので、次回、ま、マジで戦うお正月じゃないけれども、本当に、 え <laughs> あれみたいになってますけれども、楽しんでいこうと思います、本当に。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。うわー、フィオナーとかロイドーとか、ワわー、ヨルさんとかね、いろいろコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、スパイファミリー第22話でした。バイバイ。